はい、今回はの素敵な紹介ありがとうございます。ちょっとその前は適当な紹介で終わったんで、あ、そんなことないです。愛を込めた紹介でした。日野洋二さん、ごめんなさい。会場にお集まりの皆さん、バイバーイ。チームリゾーです。いろんな話をしてくるんですけど、本当今日できてよかったなって思います。できるって信じてたんですけど、さすが11万石の城下町桜時代祭り、おめでとうございます。あ、ほら、ね、2回目は言えた。さっきはね、私がおめでとうございますって言ったらシーンとなっちゃったんですけど、それ言うところっていうのをちゃんと教えたんで、今回はすんめん言えました。偉いですよ。はい、本当にこう時代祭り、こんなにですね、露店が並んでる祭りなんて皆さん何年ぶりですかね。本当に桜素晴らしいところです。この桜でできることを本当に嬉しく思います。そして政治のことよく分かりませんけど、今この、旗なびいてますけど、宇宙があって、こう地球が丸くて、地球は丸いのに大変な国もあるっていう、本当正解は分からないけど、私たちができることは本当小さい優しさをどんどんつなげていくことかなと思っております。のテーマは愛と勇気なんですけど、本来であれば郷土千葉である海とそれから菜の花、黄色と水色をいつもどこかに入れて郷土千葉を大切にしようという心構えでやっております。まずは私たちの一番身近な人を大切にできたらいいなと考えています。今日の演舞を見て皆さんに少しでも愛と勇気が届けますように精一杯演舞します。ご声どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと前置き長くてすみません。スイッ。
本当にですね、こうやって温かい声援がもらえるとまた、頑張る気になります。次まだまだ続きますので、ぜひこのストリートの方もですね、 いろんなチームがありますので応援していただければと思います。で、温かいたくさんのご声援ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後にふさわしい大迫力の演舞ありがとうございました。チームリエゾーの皆さんでした。以上をもちまして、さくらストリートソーラン自由広場会場での演舞を終了いたします。ご観覧ありがとうございました。なお14時30分より本丸会場におきまして、各チームの旗師によります旗の共演、14時45分よりよさこいソーランパレード演舞もございます。引き続きさくら時代祭り、さくらストリートソーランをお楽しみください。ありがとうございました。